今日のですね、話は久しぶりにコロナからちょっと離れまして、ロケットの話、それもですね、ちょっと中国よりかなり有利に立ったのもんですから、もう私としても嬉しいし、ちょっと日本の技術についてですね、いろいろお話をさせていただきたいと思います。今年に入りまして、商業用のロケットですね、つまり人工衛星を打ち上げるわけですね。昔は人工衛星っていうと、軍事用がほとんどだったんですけれども、GPS がその典型的なもので、最初に軍事用で打ち上げたらですね、アメリカがですね、これはものすごい商売になるということで、現在では商業用が GPS の多くを占めております。通信もそう、天気予報もそう、それから宇宙開発もそうということでですね、宇宙の利用っていうか、そういうのが非常に盛んになってきたわけですね。それを受けまして、商業用のロケットの開発、そして各国ともですね、先進国ですけども、できるだけ安く、ロケットを打ち上げてですね、世界から受注を取ろうということですね。この前日本が成功しましたのは、UAE からですね、火星探査用の弾頭部分ですね、それを打ち上げて、それで火星の軌道に乗せて、火星近くでしばらく周回して、いろいろな調査をすると。じゃあ UAE がなんでそんなことする必要あるかっつったらですね、全体的に見ればアラブの諸国っていうのは、石油の依存から離れなきゃいけないわけですね。国単位としてはですね、サウジアラビアのようにいろいろな産業を育てようとしたり、それから UAE もですね、こういったロケットを上げると、いうことを将来計画として進めるっていうのは、理の当然であります。また UAE はですね、アメリカからかなりの技術者を入れてですね、それで自分たちだけではまだ、火星探査用の弾頭をですね、作るというものに至らないんで、10年ぐらいやってましたかね、一生懸命やってですね、それで、日本のロケットで打ち上げてもらうということですね。これでですね、日本は商業用の H2A ロケットのですね、打ち上げに今年は4回とも成功しましてね、世界でもトップレベルっていうか、ほとんど成功ばかりですからですね、一時の失敗の歴史を私なんか知っておりますので、大変に喜ばしいと思いますね。中国も随分長い間軍事用も含めて研究をしておりますが、今年は3回とも失敗しました。ペイロードつって、一番頭につけるやつによってロケットの大きさっていうのは違うんですけれども、どうしてこんな差が出るかっていうとですね、ロケットの失敗っていうのはほとんどの場合ですね、部品の品質の悪さなんですね。もちろんシステムっていいますか、どういう手順でロケットを上げるかって非常に難しいんですね。今度私、日本のロケットのこの 2A 型のですね、 UAE の打ち上げの実況放送をずっと聞いておりましたらですね、技術的には相当練れてきたっていう感じがしました。昔はですね、ちょっと秘密主義があったり、何でも秘密主義がある時はダメなんですけどね、割とこう正直に一個一個のステップを落ち着いてやってるっていう感じがしまして、もちろんアナウンサー自身も、落ち着いてきましたね。そういう総合力、それからこれは三菱重工業がやってるんですが、日本の工業の中心の一つであります三菱重工がですね、会社の危機が訪れるっていうことなくですね、今のところはやっているっていうのも私にとっては嬉しいことであります。中国が3回とも失敗したっていうのは、一つはですね、中国という国は面白い国で、自分が失敗してもあんまり非を認めないんですよ。で、むしろ相手にですね、今度はこんなんだったからまずかったんだなんつって責任をかぶせたりすることがあるんですね。そういうものの積み重ねがこういうことになったと思います。ちょっといろんな方がお聞きなんで、ちょっと内容をご説明しますと、まずロケットとジェットエンジンというのはどう違うかというとですね、これ非常にもう簡単なようですよ。ものすごく技術的に難しく言うといろんなことあるんで、本質だけを理解するという立場でお話をしますと、ジェットエンジンというのはですね、空気があるんですよ。で、空気の中には酸素がありますからね。ですからジェットエンジンって簡単で、燃料だけを供給すれば、あとは空気の取り入れを考えればいいわけですね。ですから皆さんも、ジェットの旅客機に乗りますと、必ず取り入れ口がありまして、くるくるとプロペラみたいなのが回っておりますね。
あそこによく鳥が吸い込まれて、非常にトラブルになるので、まあ、目玉みたいなやつが書いてあって鳥が警戒するようになってますが、まあ、とにかく空気の取り入れが一番大切なんですね。ジェット機がブーッと走ってますと、その速度だけで空気が入ってきますから、それを今度は圧縮するんですね。非常に強く圧縮します。現在の我々最高級のエンジンはですね、取り入れた空気をだいたい40倍ぐらいに体積ギューッと縮めまして、そこでまああとちょっと圧力調整するんですけども、その後ジェット燃料をバーッと吹いてですね、そこでタービンで一気にバーッと回しながら燃焼させるわけですね。そうしますと機体は燃料によってものすごく熱くなりますから、機体がダーッと膨張してですね、そこでプロペラを回して水力を得て、そのプロペラで今度はまた取り入れ口も回して圧縮もすると、つまり、まあ簡単に言うとですね、ジェット燃料の燃焼のエネルギー、熱エネルギーを使ってジェットエンジンの回転エネルギーに変えると、そしてものすごい勢いで空気を後ろから吐き出して、それによって前に前進するという、そういう仕組みであります。ですからジェットエンジンはもちろん一番古いっていうか、ロケット型のでは一番古いんですが、空気の中の酸素を利用できるという点で燃料だけを使えばいいということになりますね。これに対してロケットっていうのはですね、第二次世界大戦の時にドイツがですね V1、V2 というロケット弾を作りまして、イギリスにロンドンかなんかに爆弾を打ち込んだというですね、華々しい登場をしたわけですが、その後も改良に改良を加えて、まず簡単に言えばロケットエンジンというのは燃料と酸素と2ついるってことなんですね。ジェットエンジンですと酸素は空気から取るんですけど、ロケットはないんでタンクが2つ並んでんですよ。普通はまあこの図に比較的よく書いてあったんで、この図はちょっと使わせていただきましたが、燃料部分と酸素部分があって、そこからピューッとこう、まあ、もちろん液体になったものなんですけどね、それを送って、そしてそれを燃やすということですね。それから技術的にはまあそのエンジンとはちょっと下に書きました H2A ロケットの第一弾用のロケットですね、非常にいい性能を示しておりますが、 LE7A っていうロケットを使ってると思います。ロケットエンジンですね。それから全体像は H2A のいろいろ型がありますからですね、細かく説明するとペイロードの大きさによって少し形が違うんですけども、1段目の下に周りにブースターエンジンもついておりまして、地上から離れるときに相当な推力がいるもんですから、それから第一弾ロケットが点火しまして、それである程度のところまで行きましてね、空気が希薄になってほとんど宇宙の方に出かかった時に第一弾ロケットを切り離して、まあ、第二弾ロケットで行くんですね。この第二弾ロケットが一番技術的には難しいんですね。よく第一弾ロケットでまあ爆発するようなロケットもあるんですけども、通常の場合は第二弾ロケットの点火で失敗したり、それからそこがものすごく機械が複雑なんで、その部品が悪いと、まあ、いうことでですね、宇宙空間には行くけども軌道に乗るあたりで故障するっていうようなことは非常に多いわけですね。まあ、いずれにしてもそういうところが技術的な問題であります。つまりロケットが成功するか失敗するかっていうのを簡単に言えば、品質とシステムの信頼性によります。まあ、その点ではですね、日本は素晴らしかったんですけどね。まあ、私がよくヨーロッパ行った頃は、ヨーロッパの人が私にですね、国際電話してきて、私のところの通信の受信はパナソニックの機器を使ってるから大丈夫だと私にそう言ってたんですよ。つまり日本製のものはどんなものでも信頼性が高かったんですね。だからロケットのように部品の故障とかシステムが大切なものはもう日本の本当はお家芸なんですね。そしてまあそれで打ち上げていました。ところがね、この頃そうでもなくなってきたわけですね。このロケットは非常にいいんですが、昔はですね、これはちょっとかなり昔のことをちょっとご説明するんですね。どうしても説明したいんですよ、悔しいから、これはですね、写真はですね、ハワイを攻撃する大東亜戦争の時にですね、日本の連合艦隊がハワイ沖からゼロ戦が艦上戦闘機ゼロ戦が飛び立ってですね、ハワイの基地を雷撃したり、いろいろなことでですね、戦争が始まったわけですね。そのハワイの出撃の時の実際の写真ですよ。源田実っていう海軍の方がいましてね、それが三菱重工に戦闘機の製作を命ずるんですね。その時にそれを受けたのが
堀越二郎、まあ、この人は素晴らしい技術を持っておりまして、羽の格好から、まあ、鎮動式のこのなんていうかボルトっていうんですね、リベットをこう頭を出さない、それからこう何ですか、補助タンクを持ってそこに燃料を入れる、いろんなことをしてですね、結局世界で一番航行距離が長くて、しかも速度が速くて、それ戦闘能力もあるっていう、まあ、そういうゼロ戦を作ったわけです。まあ、この人は後にですね、勲3等ぐらいもらったんですけど、技術者がなければもう当然勲1等ですよ。ものすごい人ですよ、この人。この人がいなかったらですね、大東亜戦争も結構大変だったんですけどね。まあ技術者ですから、その後三菱重工の参与になった後、大学の先生なんかを少しやりまして、お亡くなりになりましたが、まあ、日本の偉人の一人ですね。ところが最近ではですね、まあ、皆さんご存知のように、三菱航空機、三菱重工になりますけどね、MRJ っていう中型の地域を走るっていうことで、リージョナルのエアプレーンとついてますけども、これが名古屋空港に着陸するとこです。私も何回か名古屋空港に行ってですね、それで今県営名古屋空港って名前になってますが、着陸離陸の様子を見ました。ちょっと問題があるかなと、僕なんか航空機の専門家じゃないですが、ちょっと設計に無理があるかなと思ったりいたしました。それからこの中型旅客機はですね、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルが有名ですけども、なぜかこの2つはですね、政府が立ち入ってる時は全然ダメで、独立した民間になって成功してるんですね。私がそのことをテレビで言って、三菱重工の MRJ は経産省が何のかんの言ってるからやっぱりうまくいかないかもしれないと、こう言ったらですね、そこに、官僚上がりの人がいましてね、何言ってんだ武田先生って言ってましたけど、その通りになりました。やっぱり官が入るとろくなことないですよ。これはですね、三菱の人がサボってたのか、まあ昔ね、ゼロ戦を作った国がですね、中型旅客機も作れないようじゃ話にならないんですよ。技術的にはですよ。その話にならないというのは全体を言ってんじゃないんですよ。機体なり、翼なり、エンジンなりの設計の技術、品質管理の技術がですね、そこまでダメになっちゃったかという意味のことを言っております。まあ本当にですね、ゼロ戦とこの MRJ を比較しますと、同じ三菱重工で、まあ、ここまで日本の技術がダメになったかなと、まあ、いうふうに思います。そういう点で私は今日ロケットを上げたんですね。では日本の技術を破壊したキーワードは何だったか。なんつっても一番ひどかったのは、私が会社の技術者だった頃の産経職場ですよ。もう日本はね、一生懸命産経職場と言われる日本の中小企業の技術現場こそがですね、日本の高品質の部品を生んでたんですよ。それはね、産経っていうのはですね、テレビかなんかやってるような芸能人とかですね、有名人が、自分たちはいつもですね、綺麗なスタジオとですね、コーヒーなんか飲んでるもんですから、職場っていうのはそういうもんだと思ってるんですよ。しかし現実に行ってみると、油まみれてね、もう旋盤かなんかの前でこうやってるんですよ。それを見て産経職場、これは答えましたね。私会社の技術者でしたけど、どん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 入ってくる人が悪くなっちゃったんですよ。技術っていうのはですね、まあ、皆さんで見れば野球みたいなもんですよ。イチローみたいなのがいればね、ヒットも打つ。イチローと田中みたいなのがいればですね、投打ともにいいんですけどね。どこか草野球みたいな人が来たらですね、話にならないんですよ。要するに技術っていうのはそういうもんなんですね。腕がなきゃダメなんですよ。学問の腕、旋盤の腕、工作の腕、それから立体的にものを考えるようなセンス、そういうのがなかったらもうダメなんですよ。どん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 落ちていったんですね。私はその時ちょうど会社から大学に移る時でした。残念な思いをしながら大学に移りました。それからひどかったのが1990年以降の環境の時代つって、分別リサイクルなんか始めたことですね。もう全然意味がない、そういうことを始めた。環境の時代とか言って、しかし環境の時代なんか言ってるのは衰退するヨーロッパであって、アメリカは IT のソフト、まあ、Google、Amazon、スマホ、GPS でやってたわけですよ。それから中国は IT のハード、ハーウェイとかいっぱいできたわけですね。そんな時に分別リサイクルなんかしてたら話になんないんですよ。でその基礎になったのがやっぱり日本人の平均的な理解力ですね。技術に対するコンクリートから人へ、冗談じゃないんですよ。コンクリートのは人のためにあるんであって、
コンクリートと人と比較するような人はですね、が首相だったわけですから話にならないんですね。それからもう一つ、非常に基本的には先進国の中でも日本は文化系と理科系がいるんですよ。いやね、能力があれば文学も歴史も物理も医学も全部で理解してできるんですよ。その人がですね指導者にならないと、私はね数学ができませんとか物理は分かりませんなんつったら、今の世の中でロケットの判断も経営判断も GPS の経営判断もできませんよ。それで日本政府が潰したのが日本の IT なんですよ。経産省が潰しましたよね。それで今度は飛行機も潰しました。だからこの文化系理科系の区別をなくして、全学科をきちっと学べるような人がですね日本の指導者になっていくと、まあ、言うじゃないといけないと、まあ、今度ロケットがとにかく日本が4回成功、中国が3回失敗ということになりましたんで、この機に乗じてですね、私は二度と再び日本が貧弱な国にならないようにしたい。技術が勝負なんですよ。それは日本みたいに資源がないから技術が必要なんじゃなくて、アメリカとか中国なんかでも技術政策を失敗したら負けなんですね。